ご視聴ありがとうございます。アグリトケンです。今日はですね、じゃん、こちらのご紹介をしていきます。イエーイ、アグリトケン YT。 これは何だと思いますか？実はね、これね、じゃーん、ミヤマクワガタですね。大阪の北部で取れました。取れましたっていうかね、一匹はもらって、もう一匹はね、普通に道を歩いてました。よく引かなかったっすよね。これは自分が見つけたやつですね。で、これはいただいたミヤマ、こっちの方がでかいんですよ、もらったやつが。いい感じです。久しぶりにお会いできました。三段セットをね、組もうと思うんですけど、でミヤマってね、低温でしか産まないみたいなんですよ。20度よりも下、最低でも22度とかじゃないと産まないみたいなんですけど、ちょっとね、普通に産卵セット組んでみようかなって思いまして、っていうのも日中動きも合ってるんでね、多分産むんじゃないかなってね、思うんですよね。なのでちょっと実験してみます。で、マットはクワガタの餌、クワガタの幼虫の餌、食べかすですね、食べかすとか、あとカブトムシの食べかす、それで産卵セット組んでみたいと思います。はい、ミヤマ、あら、めっちゃ元気ですよ。ほら、こうやってでかいでしょ。いや、いいね、やっぱミヤマは。はい、痛い、ミヤマです。動きが早いね。でかいよね、こっち。こんな感じ。あ、どえらい違うね。どえらい違いますね。で、なんかね、こっちのがね、ツアーがあってきて。めっちゃビビりだな、ミヤマって。ほら、早い。産卵セット、組まないで、ちょっとプロゼリーをね、たくさんあげて、体力を温存させてあげます。1週間後ぐらいにまたサウナセット食いますね、こちら。はい、ではバイバイ、ミヤマでした。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と評価の方もよろしくお願いします。他にもいろいろ動画がありますので、よろしければご視聴お願いします。ではまた、チャンネル登録して、グッドボタン押して。